はい、皆さんこんにちは。大学受験の起業会の加藤です。知は力なり。はい、今日もこれやっていきましょう。では参ります。撮影日です。6月の4日月曜日、合格ストラテジー岐阜愛知の私立大学一般入試において歴史総合っているのいらないのをまとめてみました。これって実は私立大学の一般入試受けに行くときに出題範囲の中に歴史総合含みます含みませんって大学それぞれごとに判断が違うんですよね。なので愛知県内で特に文系の大学です、併願先を見つけるときに歴史総合出ないっていうつもりで勉強していて、あれここ覚えてないしっていうようなことに遭遇しないようにあらかじめ知識としてまとめておきましょうというページを作ってみました。で、実はこの話なんですけど急に決めたことではなくって、昨年度2023年中からもううちの大学は出ます、うちの大学出しませんってアナウンスが出ているところがほとんどです。ですがごく一部の大学、まあ具体的に言うとね、愛知淑徳さんなんですけど、出しません出しますとかいうことを急にひっくり返すみたいなことも全然あるので、必ず自分の受験予定の大学歴史総合の入る入らないに関しては大文社パスダリとか河合塾のケイネットとかのまとめサイト見に行くと情報が送れます。各大学のホームページ見に行ってオフィシャルの情報を手に入れる、もしくはGoogle さんで検索してください。〇〇大学歴史総合一般入試って打ち込むとちゃんとその特別な発表が出てまいります。必ず皆さん定期的に探す癖をつけてくださいね。はい、じゃあまとめです。一つ目、今年は新旧共通範囲なんで歴史総合含まないですが、来年からは含むっていう風に問題の傾向を変えますよ。そこまで予告しているのが南山大学です。したがって南山大学今年受けに行く人、全学統一入試個別入試両方とも同じ出題傾向だという風に考えていいですし、今年は従来通りの過去問をベースにして歴史総合を含まない出題が来るという風に考えて対策しておいて大丈夫。一方歴史総合含むっていう風に明言しているのが愛知大学、愛知学院、中京、中部の一般入試全部で、それから杉山と名古屋学芸、この大学は歴史総合を含みますっていうことを明言している資料を見つけている大学です。ですが本当に日本史の中に世界史問題ぶち込んでくるか、世界史の中に日本史問題ぶち込んでくるかっていうと、まあニアミスする程度だと思いますよ。日本史の中に中国史が入ってくるとか、世界史の守備範囲として日本の外交史が出てくる、そのぐらいなんじゃないかなっていうふうに思います。私いい加減なことを言うわけにはいかないので、そうじゃないかなっていうふうにコメントしておきます。3つ目は歴史総合含まないって明言している名城大学の文系で、それから愛知淑徳はもともと歴史総合入れますって言ってましたけど、この3月にやっぱ含みませんっていうふうに書いちゃいました。で、名古屋外国語大学含みません。まあちょっと不思議なんですけど、名古屋学芸と名古屋外国語大学って学校法人さん同じだよってこと知ってる人いると思うんですけど、学芸は含む、外大が含まないっていうふうに分けてある。なんだろうなっていうふうに。まあまあまあ、まあどうでもいいです。含まない大学は過去問をベースに一般入試に取り組むとやってもらえばいい。特にですけど、名城大学、愛知淑徳なんか、過去問赤本で手に入れてベースにして、出題の傾向と対策、自分の中に取り入れてみようは、かなり有効と考えていいですよね。愛知県の主だった大学場面でお話ししてきましたが、例外中の例外が岐阜聖徳学園です。今年は学部も再編成し、入試方式くちゃくちゃにいじります。特に一般入試が大動きしてますんで、これ、すべてに該当しない。なので、別動画にまとめたいと思うんですが、簡単に言うと、歴史総合のみで受けられる一般入試日程と、歴史総合を含まない日本史探究、世界史探究のみで受けられる一般入試日程を受けていて、そういうやり方があったんかっていうふうにね、個人的にびっくりしているところであります。私の動画見てる視聴者さんの中には、岐阜聖徳学園大学、受験を考えますっていう子そこそこいるんで、今年の一般入試どうやってやりますかという詳細を、まだ公開してないですよ。入試ガイド等も全然出てないので、入試ガイド出る前ですけど、まあ一回まとめ動画作っておいて、入試ガイド出たら細かく解説っていうことをお話ししてみたいと思います。この動画ね、覚えておいてください。いろいろなまとめサイトってあると思うんですけど、こちらの欄よく覚えておいてもらえばどういう対策するのって分岐作れるじゃないですか。参考にしてみてくださいね。はい、最後までご視聴いただきありがとうございました。この動画ね、役に立ったよって思ってくださった方、グッドボタン、チャンネル登録、グッドボタン、チャンネル登録どうぞよろしくお願いいたします。それでは次回の動画もお楽しみになさってください。